今日は北日本で爽やかな秋晴れとなりましたが、その傾向はしばらく変わりません。そのわけは北にある高気圧の勢力が強いからです。木曜日の朝9時になっても中心から西側に尾根が強く張っています。このために北海道ではこの先しばらく天気の大きな崩れはなさそうです。一方で西日本から東日本にかけては前線が停滞したり、この高気圧からの湿った東寄りの風が吹き込んで曇りや雨の日が多くなりそうです。台風22号はこの後発達しながらフィリピンへと進む見込みです。その影響で沖縄近海では波が高まってきます。では予報です。北海道は土曜日頃にかけて晴れる予報です。にわか雨の心配が少しあるのが木曜日の夜から金曜の朝にかけて、そして日曜日は北海道でも広く雨が降ります。降り方の強まるところも出てきますので土砂災害などに気をつけてください。西日本、東日本は週末にかけて曇りや雨のところが多くなります。沖縄では晴れる日が多いんですが、この先だんだん波が高まりそうです。週末にかけて東からのうねりが入り、土曜日先島諸島近海では6メートル以上の大しけが予想されています。船舶やマリンスポーツは警戒が必要です。